口ほどにもねえじゃん。これでさっきのやつとの約束守れねえな。これ以上喋ってらんねえ。早くガーラを取り戻さねえと。やっとおとなしくなったか。体が締めてきやがった。まさかこいつも毒を。苦しいか。では楽にしてやろう。くそ、カラス。筋はいい。だが相手が悪かったな。お前の傀儡、毒仕込みのからくりは全てお見通しだ。なぜだ。ありえねえ。不思議そうな顔してるな。なぜ仕込みがバレた。そりゃそうだ。傀儡人形、カラス、クロアリ、山椒魚を作ったのは他でもない、この俺だ。お下がりを持ってる可愛い後輩が相手とは、久々に楽しい戦いだったぞ。ちゃ、てめえが傀儡部隊の天才造形師と倒れた赤砂のサソリだってのか。お前のようなガキにまで名を知られてるとは光栄だな。20年以上も前に砂を抜けたお前がなぜ。死ぬ前にそんなの聞いてどうする。残された3日の命、苦しんで生きるがいい。ガラ、畜生。ま、こんなところかな。ナルト、サクラ、そっちはどうだ。大毛の山猿は全て追い払いました。あとはナルト次第。こっちも任務完了だったわよ。サンドにきっちりおとしまりつけさせたね。ご苦労だったな、二人とも。あとは残党を片付けて里に戻るだけだね。なあ、赤石先生、なんでアクタレエテ皇太子が忍びの任務なんだよ。俺は猿のために2年も修行したんじゃねえってばよ。いつまで遅れてんのよ、ナルト。まだ任務は終わってないんだからね。サクラの言う通りだぞ、ナルト。逃げおおせた山猿を退治するまでが任務だ。ま、文句なら里に戻ったらいくらでも聞いてやる。一楽でね。そんなら我慢するけどさ。加賀先生のおごりだぜ。はいはい。よっしゃ、山猿退治サクサク終わらせるってばよ。あんたってつくづく現金よね。ここだ。
こだ。一大事だ。早くツナレ様のところへ。とにかく落ち着いて。一体何が起きたんです？それが風影が暁にさらわれました。ガーラが？ナルト、急ぐぞ。